今まで国内外1700カ所で4000万本を超す植樹を行ってきた横浜国立大学名誉教授の宮脇明氏は、今なお国内だけでなく月2回海外に赴き植樹活動を続けています。それから60数年もっぱら現場で調べますと、今1億2000万人の 92.8% が住んでいる常緑の新根性直根性の森、その森は真珠の森を含めても0.06% 残ってないんです。東日本大震災で宮城県岩沼市は多大な被害を被りました。宮脇氏は次の災害に備えるために複数の樹木を混植・密植し、自然淘汰を促すことで管理を必要としない森を作り出すことを提唱しています。岩沼市は宮脇氏の考えを取り入れ、次の災害に備えるための千年希望の丘プロジェクトを立ち上げました。でどうやって復興させるかと、その中で未来永劫に永続可能な岩沼を作っていきたい、まあ、その一つとして千年希望の丘というのを考えたわけです。でこれは意味合いは、一つは津波をできるだけ抑える、そして威力を削ぐいうこと、それといざという時の避難場所に使う、そしてまたいざという時はそんなにあるわけでありませんので、まあ、太平洋が見える、振り向けば蔵王が見える、そして子どもたちが遠足で来ていただいて、まずは命を守るという大切さをしっかり勉強してもらう学習の場として活用したい、同時にメモリアルパークとして1000年先まで今回の悲劇というのをしっかり受け継いでいく、まあ、我々としての責任がある、そういった場としても活用しなければなりませんし、廃棄物を活用する、まあ、いろいろ制約ともあったわけですが、資源の有効活用ということもありますので、これをぜひ具現化したいということ、まあ、そういった諸々の意味合いがあって千年希望の丘を作ったわけです。今まで防潮林は赤松、黒松など一種類による林が中心でした。しかし根の浅い松などは津波で根こそぎ流され機能しませんでした。宮脇氏は震災で大量に発生した瓦礫から毒や分解不能なもの以外を資源として有効利用することを提案しました。選別された瓦礫を穴を掘って埋め、土と混ぜ山を作り、さらに土をかぶせてマウンドを作ることで植樹するための植樹地を作ります。植樹にあたっては土地本来の潜在自然植生に合わせた新根性直根性で根がまっすぐ地中に伸びる主木群を選択します。主木群のほかに森を構成するいろいろな種類の植物の苗を1平方メートルあたり3本から5本植えます。 2,3 年は草取りを必要としますが、その後は管理不要になります。そして植樹後20年で豊かな森が出来上がり、世代交代を重ねながら次の氷河期が予想される9000年後までは保たれます。森は緑の壁として機能し、マウンドを高くすることで高い津波も防ぐ効果をもたらします。マウンドは津波のエネルギーを減少させることで津波の水位と速度を下げ、人々や財産が助かる可能性を高めます。多くの先見者の企業のトップの決断によって宮城町市で本物の森を作ってきた。現地調査したの、調査したのを含めて38カ国で、今まで植えたのは国内を含めまして、ほとんど世界4大陸、砂漠にの緑化といいますけれども、これは我々 地球上のいわゆる砂漠半砂漠の3分の2はマンメイド、人間で作られた。そこは厳しいけれどもエコロジカに現地調査できます。だけど後の、まあ、10% ぐらいは絶対砂漠でいい、そういう絶対砂漠はそのまま残すべきです。しかし人間によって破壊されたとこ、それは可能です。宮脇氏の地道な環境に関する取り組みに関心を寄せるプライドワンエンターテインメントの芥川康氏は、映画を通じ宮脇氏の森づくり運動を支援していくことを考えています。そういったものを、ぜひ日本中とはいえ世界中の人にぜひ知ってほしいということで映画化をしようと考えました。何しろですね、監督はじめ、素晴らしい日本の、我々映画のスタッフが揃って、素晴らしいキャストで、宮城先生の人生を、見事に描いてみようと思ってます。
私たちは危機をチャンスに今生き延びてきている、今生きている人間も動物も植物もですから、必ずその次の自然の恵まし生き残れるように今すぐどこでもできること、だその命の森を作り、そしてそれをノウハウを日本から世界に発信したい。21世紀の森を日本から世界に発信し、世界から評価されるような危機をチャンスに頑張っていきたい。